はい、どうもことです。じゃあ今回はね、ワンオクロックの未完成交響曲の解説をしていきます。チューニングがドロップ D ですね。6弦を1音下げてます。はい、で概要欄にこの曲の、ギターカバーと、あとブログにこの曲のサウンドメイクの記事載してるんで、よかったら、見てみてください。結構全編通して結構テクニカルな曲なんで、まあ、ちょっと難しいんですけど、できればかなりかっこいい曲なんで、ぜひ頑張ってみてください。はい、じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、じゃあ初めのイントロのリードパートやっていきます。はい、ここなんですけども、アウトサイドピッキングのオルタネイトで弾いてます。4弦の10フレットダウンで弾いて、で3弦の10フレットアップで弾いてます。この弦に対してこう外側を弾く感じですね。で4弦をブリッジミュートで弾いて、で3弦をブリッジミュート解放してます。でゆっくりやると、はい、結構これ早いんで難しいんですけども、まあ、このここの部分だけ繰り返し練習した方がいいと思います。ダウンでブリッジミュート、でアップで解放、まあ、アップで手を浮かすようにすれば自然となると思います。でここは10から12フレットのスライド、こんな感じですね。で最後が3弦12フレットと2弦の13フレット、ここまでいってます。はい、はい、じゃあもう一回ゆっくりタブ札しながら弾きます。はい、じゃあその次のパートいきます。はい、ここなんですけども、2弦と3弦、10フレット同時に押さえて、でこの上下の弦を軽く押さえてミュートしてます。で小指で1弦ミュートして、で人差し指で4弦5弦あたりをミュートします。で次2弦8フレット3弦9フレットいくんですけど、ここでこう中指の先っちょで4弦ミュートしたり、1弦は人差し指のお腹でミュートしてます。でここも一緒ですね。形が一緒なんでミュートの仕方も一緒です。で常に右手はオルタネイトでやった方がいいです。で最後の部分が2弦13フレットスタートの、はい、こんな感じです。じゃあゆっくりタブ札しながらやります。はい、じゃあその次 A メロをやっていきます。はい、ここもねイントロの最初のパートと結構似てるんですけど、イントロはこのアウトサイドで弾いてたんですけど、ここはインサイドで弾いてます。4弦の8フレットをダウンピッキング、で5弦の8フレットをアップで弾いてます。まあアウトサイドピッキングでもいいんですけど、まあ結構練習にもなるんで、まあインサイドの方がおすすめですね。はい、ここのフレーズとしては、まあ、4弦の7フレットに人差し指を置いて、で薬指で
8フレットを押さえてます。でこの薬指を浮かしたり押さえたりしてこんな感じですね。でその次が4弦5フレットスタートです。でその次がこっちですね。基本的に一緒です。でここで4弦の5フレットいきます。でここで開放使ってます。でここのピッキングハーモニクスですね、まあ、これ結構難しいんですけども、まあ、もしならなくても勢いでいった方がいいと思います。まあ、ピッキングハーモニクスのやり方なんですけど、この弾いた瞬間にこの親指のお腹を一瞬だけ当てるんですよね。では実音が消えて倍音だけ残るんで甲高い音になります。まあ、これも部分的に練習した方がいいと思います。じゃあゆっくりタブ札しながら弾きます。はい、じゃあその次のパートいきます。パワーコードのブリッジミュートですね。これは簡単です。パワーコードの形でルートの音と5度上の音、この2つですね。であとは他の指で全部ミュートしてます。僕の場合中指で6弦ミュートして、で1、2、3弦を小指でミュートしてます。でブリッジミュートなんでここの主張の部分でブリッジを押さえて倍音消してます。でここの部分は、ドロップ D なんで、1本の指で縦3つ押さえればいけます。はい、じゃあ一回ちょっとタブ札しながらゆっくり弾きます。はい、ここねかなりスピードが速いんで、まあ結構力抜いて手首のスナップでやる感じですね。まあ、これねひたすらもうやってここの筋肉つけるしかないですね。まあ、結構この辺痛くなってくるんですけど、はい、じゃあ次静かなパートが入って、じゃあ次サビいきます。バッキング弾きます。はい、ここも全部パワーコードなんで簡単です。サビなんでパワーコードプラスオクターブ上の音小指で押さえて1音足して音圧出します。じゃあここは簡単なんでゆっくりタブ札しながら弾きます。はい、じゃあ次ね2番も一緒なんで、じゃあ間奏やります。はい、ここは最初、5弦の5フレット一発弾いて、で次開放、これの繰り返しです。ここがパワーコードの D と C ですね。
で6弦3フレットのパワーコード、はい、これは右手のストロークというかリズムだけですね。まあ、リズムだけ気をつけてやればいけると思います。じゃあゆっくりタブ札しながら弾きます。はい、こんな感じです。はい、じゃあ最後ギターソロやって終わります。これ多分ね、オクターブ上の音2本重ねてるんで、音源だとこの演奏でオクターブ難しいんで、あのライブバージョンで弾きました。ワンオクロックのあのライブでやってる感じのギターソロ。じゃあちょっと一回ゆっくり弾きます。はい、これ初めが4弦主体の間に開放を挟んでます。全部はい、だからしっかりこう指押さえて最後離す感じで、3弦に行っても同じです。開放を使う感じ でここでスライドで2フレットまで行ってます。で最後も結構スライドで繋いでます。はい、じゃあゆっくりタブ札しながら弾きます。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。結構ねサビ以外全部リード主体で弾いたんで、まあ、ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、弾けるとかなりかっこいいんで、ぜひ挑戦してみてください。じゃあ冒頭にも言ったんですけど、概要欄に僕のブログとかあと各種 SNS のリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。最後にぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。